はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日やっていきましょう。まあ、ポーランドあんまり出てこないんですけれども、世界史大学受験東ヨーロッパの世界ということで、ポーランドの黄金期ということをやっていきましょうということになります。はい、前回はですね、モンゴルの方に侵食されて、ポーランドが右からも左からもやられるということになります。はい、こういった国でですね、黄金期がやってきます。ポーランドの黄金期、まあ、大体14世紀の要するに前半で要するに今出てくるということなんですけど、ガジンミエッシュ3世ですね。はい、ガジンミエッシュ3世というか読みにくいですね。読みにくい。はい、カシミール大王期ということになるんですが、この時代がまあ黄金期になるわけなんですね。はい、でポーランドのような地理的にですね、その微妙な地域っていうのがあるんですよね。はい、地理的にその微妙な地域、強い国が隣にいて強い国が隣にいるっていう、こういう状態って非常に厄介な状態になるんですけど、この時にパワーバランスをですね、うまくコントロールできる人がいるとなるということになります。これはまあ次回というかずっと後のことになってくるんですけれども、ドイツのビスマルク宰相がいましたよね。ドイツのビスマルク宰相がなぜすごかったかっていうと、大国大国大国に囲まれてるんだけども、その要するにパワーバランスを要するにうまくこの攻撃と防御をうまくこう織り交ぜるということをすることができると、要はすごい宰相というか、弱い中でこう立ち回っていくことができるということになります。はい、じゃあこのカシミール大王期に一体何をやったかっていうと、クラクフ大学ですね。はい、まあ、今日本でいうところの東大ですね。まあ、東大よりもひょっとすると賢いかもしれませんが、はい、ドイツ騎士団の和解、はい、ドイツ騎士団との和解ということですね。はい、だから仲良くやっていこうやないかということですね。はい、まあ、戦うだけが要するに脳ではないんで、そして要するに大事なことですね、法典ですね。はい、法典をきちんと整備しましたよということになります。はい、こういうことで要するに安定期を迎えるというか、黄金期を迎える、すげえなっていうことになります。ただし何回も言ってますが、はい、いかにですね、王様、優れた王様が一代で何とかしようとしても、なかなかそううまくいくものではないということになるわけなんですけども、まあ、最終的にはポーランドっていうのは、地図上から消えてしまうということになるわけなんですね。はい、ということで今日はやってみましょう。ポーランドの黄金期といってガジンミッシュ3世ということですね。ガジンミッシュ3世、これがカシミール大王期にクラーク大学やドイツ騎士団との和解、そして法典を作ることによって安定をもたらしたということになるわけです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。